CD ヌマンシアは、スペインカスティーリアイレオン州、ソリア県ソリアに、本拠地を置く、サッカークラブ。2020から21シーズンは、リーガーエスパニョーラのセグンダディビシオン B に所属している。CD ヌマンシア B は、テルセラディビシオンに所属している。1949から50、1950から51の2シーズンセグンダディビシオンに所属した時期を除き、 長く、テルセーラディビシオンに所属していた。その後、1989から90シーズンから1996から97シーズンまでの8シーズン、セグンダディビシオン B に所属。1997から98シーズンからは、セグンダに昇格した。これ以降、チームは、セグンダと、プリメーラディビシオンを行き来するようになる。1998から99シーズン。 西軍ダディビシオンで3位に入り、クラブ史上初のプリメーラディビシオン昇格を果たす。翌1999から00シーズンは18位の、レアルベティスト勝ち点3差の17位と、かろうじて降格を免れたものの、2000から01シーズンは最下位に終わり、西軍ダディビシオンへと降格した。2003から04シーズン。 セグンダディビシオンで3位に入り再昇格を果たしたが、翌2004から05シーズンは6勝21敗11分の成績で19位に沈み、1シーズンで降格した。2007から08シーズンは、セグンダディビシオンで22勝11分9敗の成績を記録し、2004から05シーズン以来、4シーズンぶり4度目のプリメーラディビシオン昇格を決めた。 2008年夏、セグンダーディビジオンのクラブから MF、ホセ・バルケード、FW、アントニオ・フアイレなどのベテランを獲得し、バレンシア CF から MF ・カルロス・ベルビス、FC ・バルセロナ・アトレティックから MF ・ディマス・デルガドなどの若手を獲得した。2008から09シーズンはプレッシングからカウンターに、転じる堅守速攻スタイルで開幕戦では、FC ・バルセロナに勝利した。 ホームでは9勝3分7敗と検討したが、アウェーでは1勝しかできず、23節終了後に、セルギオ・クレシュッチ監督が解任された。残留圏内に勝ち点7差の19位に終わり、再度1シーズンでのセグンダディビシオン降格となった。本拠地、ソリアの標高は1000メートルほど。これは主要なスペインのサッカークラブの本拠地では最も標高が高い。現当期の試合は、 ピッチ状態、選手のコンディションともに厳しいものとなる。本拠ロース・ハパリートスは小鳥たちと呼ばれる。101メートル68メートルと通常のサッカーのフィールドよりも縦幅が狭い。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。